東京マーケットワイド生放送でお送りしています。1時30分になりました。では続いては内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券浅井陽三さんにレポートしていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは。今ご覧いただいておりますのは株スタ7110のございます株都庁交差点の風景でございます。いい天気ですね。今日お天気もいいですよ。はいはい、はい、それではよろしくどうぞお願いいたします。まあ、明けましておめでとうございますということで。そうですね、はい、よろしくお願いします。ですね、はい、それでは今週の予定から見ていきます。はい、今週の予定ですが、こちらの表ですね、アメリカの非製造業の ISM 指数が6日にございまして、アメリカの方はですね、 FOMC の議事要旨が7日、こちら引き続き利上げに向けてその討論された内容とかが吟味されるわけですが、あと9日今週末は雇用統計がの発表がございまして、12月ですね、非農業部門の雇用者数が11月32万1000人と大幅増だったんですが、あまり大幅増30万人以上とかですね、そういう数字が続くとまた利上げ懸念が台頭してくるという感じですが、今月の予想はですね、市場予想は24万人程度というところでございます。それでも強い数字ですね。それから中国の方は10日の土曜日にですね、貿易収支の発表がございまして、こちらの方は輸出が11月が 4.7% 増、前年同月比ですね、12月予想が 6% 増というところでございます。若干増加、輸入の方先行きのですね、製品、部品を輸入して製品を輸出するわけですが、マイナス 6.7% 11月だったのがマイナスの 6.0% ということで、若干改善の見通しでございます。今月はですね、このあと25日、だいぶ後になりますけれども、ギリシャの総選挙がございますので、こちらに向けてやはりその折に触れてですね、ちょっと不安定な動き、ギリシャの政局不安ということで不安定な動きになる可能性はあるかと思います。それから株価の動きを見ていただきます。はい、株価の動きですけれども、日経平均株価、はい、年末年始のですね、海外市場の軟調な動きを受けまして、今日も安くで始まりまして、これは前引けまでのチャートと騰落レシオとかが入っているものなんですけれども、とりあえず今日は昼あたりからちょっと円安が進みまして、プラスに戻ってきました。今は陽線になって、その前の年末のですね、陰線にちょっと食い込んでいるような形だと思いますけれども、とりあえず前にお話した通りですね、このあたりですねが強力なサポートラインになってまして、あとこの75日線あたりが徐々に、前回75日線少し上で止まりましたけれども、今回もそういった形で、このあたりでですね、若干今月値固めするかなという感じでございまして、そのギリシャの総選挙とかギリシャの方のですね、政局不安が払拭されると、動きやすくなってくるのかなという感じでございます。騰落レシオも中央水準でございますね。はい、75日線は今 16,572円というところです。トピックスもこういった感じ、同じような形でございまして、この前回のこの日経平均と比べまして、トピックスの方が若干ちょっと下げ渋っているような感じ。これやはり先物とかに触れやすいその大型株指数の方がですね、の影響が大きい日経平均株価、ちょっと言い方は悪かったですね、値傘株などですね、ハイテク株とかそういったところの影響が大きい日経平均株価、先物に割と操られやすい日経平均株価に比べまして、トピックスの方は全銘柄対象になっておりますので、比較的中古型株の影響も比重もそこそこあるというところでですね、はい、トピックスの下げがちょっと小さめという形になっております。はい、それからですね、1月から来年6月にか翌年6月にかけての日経平均株価の動きが、この1980年からが青の数値、2000年が赤の数値、大体の動きをこう捉えてみたものですけれども、やはり、ね、年前半は比較的高くなりやすい。去年はですね、この辺にいろいろ経済の不安な側面とか出てきまして安くなりましたけれども、毎年の動き見ますと大体こういった動き、それから夏場にかけて安くて、秋口ボトムで年末年始は高いと
再びここ高いという形になってまいりますので、はい、まあ今年もそうなってほしいなと。とりあえずギリシャの不安がですね、この辺りで織り込んでから、こう動きやすくなってくるのかなと、うん、決算の内容だかとかを織り込んでくる動きなのかなというふうに思います、はい、それから売買動向、年末もちょっと見ましたけれども、信託銀行は5週連続の買い越し高水準ですね、引き続きその年金改革の GPIF のですね、株式比率の引き上げを睨んで他の運用機関も同じように足並みを揃えて買ってきている可能性は高いと思います。それから海外投資家の方は3週ぶりの売り越しでございました。やはり政局いろいろそのなんて言いますか、リスク要因いろいろ出てきますとですね、売り越しになりやすくなっておりますけれども、まあどちらかというと基調的にはまあ買い越し基調は続いているんじゃないかなとは思うんですけれども、うん、どうでしょうか、はい、それからまあいつも見ていただいてますけれども、業種別のその前にですね、海外投資家の売買動向の季節性ということで、うん、海外投資家先ほど日経平均のそのアノマリー見ていただきましたけれども、やはり海外投資家の動きにある程度連動している面もあるんですね、うん、4月にかけて、買い越し基調が強まると比較的高水準ですよね。そして夏場にかけて細って秋口ボトムで再び年末にかけて買い越し基調は高まるということで、うん、まあ、こういった今年前半も春にかけてこういった動きになることを期待したいというところでございます、はい、これは90年の1月以降の平均でございます。それから業種別指数ですね、こちらの方ちょっと円安が一服しておりますので、こちらの方ですね、電気であるとか機械であるとかがちょっと一服気味でございまして、逆に建設株ちょっとこの全体相場の軟調で足踏みはしておりますけれども、まあ、相対的に見れば強い動きが続いているというところでですね、うん、まだ相場が例えば落ち着いた日、例えばニューヨークが高かった日を含めてですね、うん、そういった日には引き続きその建設の関連株というのが上に行きやすい動きにはなっているかなというふうに思います。それからこういったところ弱かった業種も弱いとは言えないですけども、輸送機自動車の方もちょっと足踏みですね、小売なんかがちょっと戻しておりまして、はい、素材型業種鉄鋼であるとか市況関連海運というところが出直ってきているというところですね。不動産はまあ下げ止まるかどうかちょっとまあ分からないですね、この辺はですね。銀行は引き続き、まあ若干弱い動きが続いているというところでございまして、まあ、特に先ほど見ましたこの引き続き年末に続いてですね、建設の関連株の動きを注目したいと思いますね、うん、あとまあ設備投資絡み機械あたりなんかも面白いかというふうに思います。はい、それでは銘柄の方をちょっと、その前に、業種こちらの方ですね、ディビジョンインデックスの推移ですけれども、これも年末見たんですけれども引き続き情報修正銘柄数が非常に多いというところでございます、うん、18.6% 情報修正銘柄数のが多いという状況でございまして、うん、これで、こちらの方 EPS が再び、増加傾向になって、PR が、まあ、低下圧力が出てくるということで、まあ、こうなってくると1150円ぐらいまでですね、まあ、今期いくんじゃないかと思うんですけど、そうなってくると17倍で、19550円、もう来期を睨む動きになってきますので、来期は例えば1200円あたりを睨む動きになってきますと、1200円 ×17PR17 倍ということになると2400円、2万円の差はもう現実化してくるという形でございます。それでは銘柄の方ですね、はい、銘柄の方ですけれども、今日はですね、まあまあ、高配当利回り銘柄、配当利回りがですね、今期の配当利回りの予想が配当利回りが 3% 以上ということで、割と高めの銘柄を選びまして、うん、まあ、業績が堅調なもの、経常利益伸び率今期予想が 5% 以上、来期が 3% 以上の伸び率というところで、 PR が17倍未満ということで、それほど割高感がない銘柄から選んでみました。
こちらの方ですね、日清ビルド、こちらの方はコンビニとかのですね、プレハブですね、建築とか立体駐車場の大手なんですけれども、店舗とか工場のプレハブなんかを扱っているというところでございまして、こちら今期が9円予想でございまして、連続増配の可能性は十分あるというところでございまして、一部は11円から12円ぐらいまでの9円からですね、増配される可能性あるんじゃないかと見ております。あとそれから積水ハウスですね、こちらは連続最高益更新ということで、こちら50円配当でございまして、これも増配の可能性があると、54、5円に増配の可能性あるんじゃないかというふうに予想されております。そうですね、あとはですね、モバイル端末ソフトとかのですね、開発支援やってますシステナという会社ありますけれども、これは30円配当で 3.47%。 あとまあ一部見られたこともあるかと思いますけれども、家電とか衣料品のリサイクルショップをしてますハードオフですね、こちらの方が 3.25%。それからそうですね、これは東京エレクトロンの子会社 の電子部品商社でございまして、あと朝日ネットはこちらはインターネットプロバイダーですね、それからこちらの方も連続増配の可能性があるということで、こちら18円配当なんですけれども、来期連続増配と先ほどから言っているのは来期も増配の可能性はあるということですね。から ID というのはインフォメーションデベロップメントという会社を、まあ、略してこう表記されているんですけれども、こちらの方はですね、記念杯の30円で増配なんですが、今期創立45周年記念ということで、増配ということで、まあ、来期はまあそれがなくなる可能性はあるんですね。そういうのもちょっと注意しなきゃいけません。 TOW はイベント企画の大手でございまして、こちらの方も好調でございまして、31円配当 3.83%。からそう次の方行ってみましょうか。これはパチンコの機の平和とかですね、そうですね、この三和工業っていうのは自動車用の配管作っております会社でございまして、これも連続増配の可能性ございます。日産自動車なんかも出てきます。アドバン、こちらの外壁材、そういったところ、ハークスレイはホッカホッカ亭ですね、やってます。白銅は半導体とか、液晶制度装置向けの金属商社でございます。まあ、こういったところが出てまいりまして、どれも 3% 以上、どちらかというと中古型株の方が今は結構出てくる感じでございますね。はい、というところで今日は選んでみました。はい、今年もよろしくどうぞお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、はい、よろしくお願いします。どうも、はい、ありがとうございました。株スタ7110から内藤証券浅井洋蔵さんに伝えていただきました。株都庁の交差点にね、ございますので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、ではコマーチャルです。